で、28日、4対10で、西武っていうところでね、まあ結果ね、西武のね、2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところで、あ、そう。やっぱこの試合のね、一番のね、問題点はね、ここでしょ。6回裏、ね、中村武也、三振。多分6回だったよな。6回だよね。6回だったと思うの。ハーフスイングしてね。で、審判にストライクって言われて、いや、聞いてくださいよ、審判。まあ、よくあるんだよね、これね。いやいや、もう、この、右バッターだったらね、ファーストの塁審にね、スイング判定されたらね、もう別にこう納得するとこあるんだけども、審判に直接されるとね、いやいや、もうファースト聞いてくださいよ、みたいなって揉めてね、そしたら奇跡のよ。ピッチャー、比嘉だったからね。比嘉だったから6回だね。6回だよね。6回表だよね。ツーアウト一三塁だよね。で、次。インコース低め、すっごい低め。しかもストライクのやり方も、みたいなこんな感じだったけどね。だから俺言ってんじゃん。審判にね、敵にしてもいいこと何もないんだよ。もう、ほんと。ね。でも言いたい気持ちあるよ。だからあとはもう、言い方、あとあれかな。あ、これか、俺、あれ、これかもしんない。なぜこれが起きてるのか。京セラドームの呪いかもわかんない。京セラなると、なっちゃうのかな、審判がね。確かあの佐々木朗希の時も京セラだったよね。京セラが、そういうなんかが審判に来ちゃうのかな。ちょっと強権的になっちゃうのかな。最後に一言です。あれも野球です。だって、人間がやってんだもん。はい。結果、2勝1敗で西武の勝ち越しです。はい。